ザラエゲルセギトルナエジレト FC は、ハンガリーのザラ県ザラエゲルセグをホームタウンとするサッカークラブである。1920年にザラエゲルセギトルナエジレトとして創設され、最初のクラブカラーは黒と白であった。ZTE は1939年に活動を停止した。1957年にザラエゲルセグのドージャとペテフィが合併したが数ヶ月後に解消された。 同年6月6日に、ペテーフィと、ルハジャールが合併して、ザラエゲルセギトルナエジレトが復活した。1968年に監督に就任した、セイチヤーノュの下で、1972年に、ネムゼティバイノクシャーグアイ、B でセルに次ぐ2位になり、ネムゼティバイノクシャーグアイに初昇格した。NBI 最初の試合は、同年9月17日に行われたタタバーニャイ、バーニャース戦で、 ZTE は0から1で敗れた。1972から73シーズンは16、チーム中6位の成績を残した。1989年まで NBI に所属し、1985年と1986年に4位になった。1991年に NBI に昇格したが、1シーズンで降格した。百九十四年に、 NBI に昇格し、2001から02シーズンに初優勝した。UEFA チャンピオンズリーグ2002から03、予選でマンチェスターユナイテッドと対戦し、ホーム試合では終了間際の得点で1から0で勝利した。2006から07シーズンに3位になり、UEFA インタートとトカップ2007に出場した。2009から10シーズンにマジャルクパ決勝に初進出した。 デブレツェニに2から3で敗れて、準優勝に終わったが、優勝したデブレツェニがリーグ戦との2冠を達成したため、UEFA ヨーロッパリーグ2010から11、出場権を獲得した。2011から12シーズンに、ネムゼティバイノクシャーグー2に降格した。ありがとうございます。